皆さんこんにちは、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、一部カードバランスの調整についてということで、まあ、ナーフと、アッパー補正、カード調整ですよね、発表ありましたということで、早速ねちょっと見ていこうかなと思います。はい、まあ、ちょっと1日遅れちゃったんですけどね、動画が、まあ、昨日はねちょっとドラゴンボールの映画を見てきまして、いやーもう最高でしたね素晴らしかったですね。ということで、見ていきましょう。いつもドラクエライバルズをご利用いただき誠にありがとうございます。12月20なんですね。はいはいはい、予定しているメンテナンスで、カードバランス調整を実施いたしますということで、ちょっと見ていくかカードをね、はい、まず1枚目こちら、導かれしモルタッチ、まあ、レジェンドカードでは初めてじゃないですか。7コストから9コストに変わったと、まあ妥当じゃないかなとは思います、普通にね。うん、まあソロククール、氷塊ゼシカとかね、まあ冒険者トルナコとかでもなかなか早い段階で冒険者を大量に展開して、まあ試合が終わってたことがほとんどだったんでね、まあこれはまあ、妥当じゃないかなとは思います。はい、お次、不思議なタンバリン、まあ、全体に速攻がついてたのが横一列になったと。横一列、横一列ってことはマックス2体ってことですかマックス2体だけこれ、結構がっつりじゃない。横、あのね、まだライバルズのね縦と横の概念が分かってなくて、縦ってあれですよね、3体並ぶ方ですよね。で横が2体並ぶ方ですよね。2体になっちゃったのこれ、マックス、これは辛いなでね、まあこれずっと言ってたんですけど、いやこれ応援じゃねって言ってたやつが応援に変わってますねうん、なるほどね。まあこれは、ソロのせいでナフされたっていう感じでしょうね。うん、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、なんか巻き込み事故みたいなあった気持ちですよ、ククール使ってる身からするとね、まあ、第1弾のところからあったカードですから、これは結構ショッキングですねさあお次、こちらですね、ウィンドマーシ、はい、まあ4コストから6コストになったと。うん、まあこれは8ゼシカですよね。8ゼシカが流行ったことによって、まあ、コストが上がったと、2コスト上がったんですね。まあもうこれもこれで結構妥当なんじゃないかなとは思います。はい、8ゼシカ僕そんな使わないんでようわかんないですけどようわかんないですけど、まあこれは結構妥当じゃないかなとは思いますね。はい、うん、お次、魔力の本流、4コストから7コストになったと。これ結構上がったな、3コスト上がったんか。うん、だからライバルズのナーフ下方修正って結構前までのデッキ、まあだからこのタイミングだと8ゼシカとソロククールですよね、もう使い物にならないぐらいメッタメタのギタギタにしますよねこれまあいつものことなんですけど、うん、まあだから7コストになったんでカード4枚ぐらいは引かないと元は取れないですよね。うん、ただまあ早読みの杖とかでコスト下げて使えるっちゃ使えるんで、まあ、まだ使われてもおかしくないかなとは思うんですけど、うん、4枚はカード引かないと、まあ、7コストに見合った効果ではないんじゃないかなとは思います。はい、まあ8ゼシカっていうデッキが多分どっか行っちゃうんで、また別のデッキで採用されてくるんじゃないかなとは思いますね。はい、お次、暴走魔法陣、3コストから2コストになって、味方ユニットすべてのマスを変えるんじゃなくて、指定のマスを変える
だ一マスになったってことですよね。うん、全然暴走じゃなくなったねっていう全然暴走してないやんっていう感じなんですけど、まあこの暴走魔法陣っていうカードは2回目ですよね。うん、だからまあ初期の頃が2コストで、全面腫れてたやつが3コストに上がって、で今回またもうとどめの一撃って感じですよね。うん、これはだいぶ厳しい修正が入ったんじゃないかなと思います。はい、これはギタギタのメッタメタですね、ゼシカさんボッコボコにされてますやん。うん、次ね、これかな、キャドの極意、3コストから4コストに上がったと。うん、まあ8ゼシカがいなくなったら、何で戦うんだってなると多分、氷海ゼシカだと思うんですけど、まあその氷海ゼシカもねまだ強すぎるんじゃないかっていうことで多分修正入ったんじゃないかなとは思うんですよ。うん、まあ、そういうことでしょうね。8ゼシカ消えて、それでもなお氷海ゼシカが環境トップめちゃめちゃ強いっていう状況なら、あんま変わんないんでね。うん、だからまあ3コストから4コストになったと。だから4コストでまあ氷海があれば6点分打てる、まあ、魔法陣でどんどん上がっていくっていう感じなのかな。うん、まあこれはちょっと使いづらくなったんじゃないかなとは思います。はい、まあ妥当っちゃ妥当ですね。はい、お次、ソウルイーター、攻撃力の2倍分やったのが攻撃力と同じ分の分になったということですよね。うん、まあでもこれは別にやらんでよかったんじゃないかなとは思うんですけどね。だって自分のユニットを破壊して、カードを1枚引くっていうだけなんで、あと回復か。うん、まあちょっとだから今で言うとホークブリザードとか、うん、あの辺に使われてくるとは思うんですけど、まあ、8点回復から4点回復になったって考えるとだいぶ違いますよね。まあだからピサロはアグロに引かれといてくださいっていうことなんじゃないかことじゃないかなとは思いますね、これ。うん、まあ、これはちょっとなんかかわいそうではありますね。はい、お次、デビルアーマー。はい、6コストが7コストになったと。もう一声って感じじゃないですか、これは。うん、7コストやったら別にまだ強いよね、これ。うん、純粋にね、6コストでこの76っていうスタッツを変えてあげるとかね。うん、6コスト46とか6コスト56とか、そういうだけでもだいぶ違うと思うし、コスト1個上げるだけやったら別に変わらない あんまりね。いや変わるんでしょうけど、だいぶ変わるとは思うけど、強さ的にはそんな変わらないんじゃないかなっていう。なんなら8コストにしてほしいですよね。うん、まあ、だから、まあ、7ターン目に雷鳴とセットで76が出てくる。だようやくなんか標準スタッツみたいになった感じですよ。ただこの能力があるんで、まあ、標準スタッツ以上の能力があるんでね、まだまだこいつは現役で戦えるんじゃないかなと思います。はい、全然強いと思う。全然強い。はい、でこれが下方修正されたカードですね。弱くなっちゃったカードで、お次から強くなっちゃったカードです。はい、これね、これびっくりしたんやけど、戦う敵ユニット1体に1ダメージやったのが、敵1体に1ダメージになったと。だからリーダーにも飛ばせるようになったわけですよね。これはどうなんでしょうかね、強くなりすぎちゃうかなとは思うんですよね。だからロトって相手のユニットが出てこないと、打てなかったと、レベルを上げれなかったんですけど、そんなことはなくなったんですよね。まあ、1コスト余ったし顔に1点飛ばしてレベル上げとくかっていうことができるようになったと。
まあ、しかもロトって基本的にアグロタイプのデッキに採用されてくることがほとんどだと思うんですよね、今の段階では。なのでアグロが1点詰めれるっていうのはだいぶでかいんじゃないかなと思います。はい、お次王女救出、まあ、これも相手の顔に飛ばせれるよっていう感じですよね。だから合計、王女救出3回打てるから6点で、戦うが1点で7点。だからアグロにロトを採用すれば、まあ、7点は確実に出せるということなんですよね、フェイスに。うん、これ大丈夫かなとは思います。はい、まあ、だいぶ強いですよね、だいぶ強い。ここをなんかアッパー補正かけるっていうのはどうなんだ別にいらなくね、別にいらないでしょ。ロトがだいぶ弱くなったし、ロトじゃないソロか、ソロがだいぶ弱くなったしで、まあ、バランスが保ててきてるんですから、アグロが怖いですよね。てかね、このロトをアッパー補正するなら、だからソウルイーターをなんで下げちゃったのっていうなるんですよね、僕からすれば。だからロトってアグロで使うでしょ、アグロが強くなるのになんで回復要因のソウルイーターを弱くしちゃったのっていう気がするんですよね。運営さんは何を使ってほしいのか全くわからない全くわからない。このカード補正を見ると、カード調整を見るとアグロを使えと、アグロを使ってバンバン回転率速いランクマッチを楽しんでくれと言われてるように感じる。はい、次プラズママウス、スタッツが体力が1上がったと。これもよくわかんないこれもよくわかんねん、わからへんねんけど、なんで強くしたんこれ。プラズママウスって強かったやん普通に。で言うたら盤面に残り続ける可能性がある、ゼシカのメラミみたいな使い方できるわけでしょ。これ残るじゃん、残るじゃんこれこれ残るようになったやん。だから相手のアタック1のユニットとトレードしても盤面に残るようになったってことでしょ。いやーよくわかんないですねこれよくわからんな。下方修正の方、弱くなったカードの方を見るとあいいんじゃないですかってなるんですけど、このアッパー補正の方がすごいな、適当適当じゃないこれ、大丈夫これ。強いカードをさらに強くしちゃったみたいな、やっちゃいましたみたいな感じですよね。はい、お次、枯れ草ネズミ、はい、まあこれあんま見なかったカードですよね。2コストが1コストになったと。だからこれもよくわかんないですよね、なんでメタルスライムよりコストが軽くなっちゃってなっちゃいましたみたいな。だからメタルトルネコを使ってほしいのかな運営さんは。それやったらね、もっとメタル系で強いカードをよこせよっていう感じになるとは思うんですけど、メタル系をつこてくれという感じですよね。でこの枯れ草ネズミって結構アグロタイプでも採用されてくるカードだと思うんですよね。あのファーラットとかモコモコ銃でしたっけ、あの辺を、まあ、いっぱい入れて、まあ、トロデで一気に種をつけて、まあ、OTK に近いことをするというデッキにも、まあ、枯れ草ネズミ、なんならメタルスライムがすごい残りやすいんで、まあ、そういうデッキにも採用されてきたと思うんですけど、なんでメタルスライムよりメタルスライムを出すカードの方がコスト下がっちゃってんのっていう、まあ、なるんでしょうけど、まあ適当です適当でしょうね。はい、よくわかんないですね。はい、謎の新刊、運営さんが謎なんですけど、4コスト35から、まあ、3コスト24になったと。だからコストが下がってスタッツも下がったっていう感じでしょうね。まあこれは強化かどうかっていうのは分からないんですけど、まあ、回転率が良くなったと。だから占いカードを、まあ、たくさん使うミネアをスコテくれと言ってる感じでしょうね。
だただその占いカードをいっぱい使うミネアを使ってほしいのであれば、アグロが強くなるようなアッパー補正をしないでほしい。うん、占いをいっぱい使っ、まあ次のカードも見てみるとそうなんですけど、このタロットフォーチュンね、タロットフォーチュンクッキーね、この13コストから10コストになったってことは、だからまあこういうカード、いろんな占いカードを使って、まあこの謎の神官とかも使って占いシナジーを楽しんでくださいみたいな感じで、ここだけ見るとすごいわかるんですけど、なぜこの辺アグロでも強くなりそうなカードをアッパー補正したのかっていうのが理解に苦しみますね。はい、苦しんでいます。ドラゴンボール忘れちゃうよ、楽しい気持ちが。もう一回見てえな、ドラゴンボールすげえ面白かった。うん、でまあこれ見てみると、まあ、3コスト軽くなったんで、でこれ実際僕なんかね、ポムポムデッキみたいな紹介した時に多分使ってると思うんですけど、まあ、7コストぐらいでは使えるんですよね。うん、なのでそっからマイナス3すると、まあ、4コスト、まあ、確かに4コストで7点ダメージの77ダースドラゴン出せるって考えると、まあ、だいぶ強いですよね。うん、ただね、新しい環境でそんなまったりしてプレイできるかって言われると、まあ果たして謎ですよね。はい、お次、ああこれで終わりかな。アッパー修正はこれで終わりです。はい、下方修正の方はね、結構的を得てるかなとは。まあでもタンバリンとかも仕方ないですよね、正直。うん、タンバリンとかも仕方ない。でウィンドマージとか暴走魔法陣とかも、まあ8ゼシカがあこまで強かったらもう仕方ない。まあソウルイーターはちょっとよくわかんない。まあデビルアーマーも、まあ、ナーフされてしゃあないかなっていうレベルにはなったけど、まだ使えるよっていうレベルですよね。これはすごいいい調整やと思う。このね、情報修正がマジでようわからんな。これあれでしょ、この運営さんもこれあれでしょ、ドラゴンボール見ながら考えたでしょこれ絶対。あ、ブロリー強えみたいな感じで鼻くそほじりながらポップコーンとコーラ食べながら考えたでしょ。あ、そういえばロトを強くすっかみたいな。悟空みたいな口調で強くすっかみたいな、そういう感じで考えたでしょこれ。ちょっとね、情報修正の方はすごい適当感があって残念でした。お次、まあこれ今回の変更内容について、まあ魔法使いの平均勝率 52.1%、 使用率 22% 高い。魔剣士の平均勝率 51.9 で使用率が 27.9 高い。うん、高いですね。で僧侶が平均勝率、49、使用率 14.5、 ただ、先行時の勝率 55.2% 高すぎ、わろた高すぎ、わろたでしょう。はい、まあ勇者8でテンションスキルを使ったり、魔法陣でダメージを上げる特技で攻める、まあ、8ゼシカ、応援やスキルブーストで、特技を展開し、ドンモグーラや進化の秘宝で8を圧倒する魔剣士のデッキ、勇者ソロの能力で冒険者ユニットを加えてコスト0にしてタンバリンで OTK を決める、まあ、ソロッククールなどが存在しますと。だから運営さんの中ではアグロピサロっていうデッキをナーフする気は多分ないんだと思います。うん、まあ、そういう不快なデッキがあってもしゃあないよねっていう感じでしょうね。はい、そんな感じかな。まあ理由が書いてますよね。理由は書いてるけど、もう読まなくてもみんなわかるでしょ。みんなわかりますよね。はい、あ、これみたい。情報修正されるカードの理由、ユニット限定のその能力はユニットを展開しないようなコントロールやコンボのようなデッキに対して使用しづらく、だからね、このユニットを展開しないようなコントロールやコンボのようなデッキがこの下方修正されたことによって減るんじゃないの。減るのにもかかわらず
使いづらいから強化しちゃいました。これもよくわかんねえな。でプラズマバース、戦うや魔法使いのメラやヘドで倒されないよ。倒されていいんじゃないの、強いもんだって。純粋に3点飛ぶっていうだけで強いんですけどね、うん。で枯草ネズミ、商人のデッキの強化を目的、今回のバランス調整により強化されるアグロデッキに対抗するためコストを軽くし序盤からメタルスライムを展開できるように調整します。なるほど、占い師のデッキを強化する目的、ややオフ速、他のデッキに対して間に合わないことが多かったため占いカードを使いやすくすると。コスト13は現環境のゲームスピードに見合ってないためコストを減らすことでより早いターンに使用できるように調整します。果たしてアグロに追いつけるのかっていうところ見どころですよね、はい。まあ以上かな。あとはまあ下方修正されるカードが、まあ砕くと錬金石がいつもより多くもらえるよっていう感じですね。あ違う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 、え、すごいやんこれ。だからソロ被ってる人は勇気のメダル、勇気のメダルに変えれるってことでしょ。あ、これいいじゃないですか。これはいいですね、はい。そんなところかな、はい。そういう感じですまあまとめると、ソロククールとエイトゼシカはまあ次の環境では戦えない環境になったんじゃないかなと思います、はい。で、アグロがまあ強くなったのかなって思いますね。この戦うがよくわかんない。でまあ先行劣化剣型もだいぶ強いんじゃないですか、はい。でまあこの枯草ネズミで果たしてメタルトルネコが出てくるのか、それとも純粋なアグロトルネコとしてこいつが採用されてくるのか、まあ多分後者だと思うんですけど、まあ、ここも強化されたんで、はい。で占いカードが果たして使われるのかっていうところもまあこれは楽しみですよね、はい。ということでまあ以上かな、まあ、結構文句が多くなっちゃったんですけど、まあみんなもみんなが思ってるようなことを言っただけかなとは思うんで、まあ皆さんのねこのカード調整の感想を、ぜひともコメント欄で書いていただけると嬉しいかなと思います、はい。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。